はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ紹介工場へようこそ。工場長のりです。さあ本日なんですが、本日はですね、私のデッキの紹介じゃなくてですね、対戦相手で当たった方のデッキがすごすぎたので、動画で紹介しちゃおうという、そういうね、コーナーとなっております。いつもちょっと自分で作ってデッキで回してるんですけど、ちょっと今回はですね、とある、カードを、この忍びの6部というカード、これがですね、対戦相手の方にこれ実は生まれて初めて使われまして、このカードどういうカードかっていうと、皆さんよく読んでいただきたいんですけども、これターンスキップカードになってるんですね。実は自分のフィールドに6部使用モンスターが6体存在していて、属性が全部違う場合、次の相手ターンをスキップするっていう超むずい条件。6部使用モンスター6体で並べるっていうのは多分簡単なんですよ、結構なんですけど、属性が全て異なる場合ってまあまあむずくて、でしかもこれトラップカードなんで、この自分の先行で打ったないと意味ないじゃないですか。基本的にターンスキップするカードってなんですけど、トラップカードなんで、まあ打つのむずいんですね。だからこれ多分使ってターンスキップするの俺多分無理だなと思って、個人的にそのターンスキップめっちゃ好きで、ターンスキップ専門チャンネルとか言われてるんですけど、うちのチャンネル、これは多分無理だなと思ってたんですけど、対戦相手の方がですね、ものの見事に、このカードを使って、私のターンをスキップしてきた神試合が、動画にできましたので、こちらのちょっと対戦を見ていただこうかなと思います。これちなみにこのトランザクションロールバックとかでもコピーできないんでね、これ発動コストじゃなくて発動条件なんで、だから絶対に6無臭モンスターは6体並べないといけないし、属性が違わないといけないんですよ。これマジむずいんですよね。これちょっと芸術的な展開お見合いしていきたいなと思います。最後までご覧ください。デュエルスタンバイ。うわ、先行が欲しい人生でした。はい、先行が欲しい人生でした。僕は増援、はい、ティアラメンツですか。あ、イグナイトドラグノフさんじゃないですか。お疲れ様です。うわ、ベイゴマックス来た、最強モンスター来た。ベイゴマ3枚使えるのやっぱちょっとおかしいと思うんだよな、普通に。よし、エンド増長だやばい、あ、やばいやばい、これ、あー、やばい、ちょっと待って、これやばいかもしれない。あー、そういうことか。確かにね、これ6部衆だ。あのね、6部衆ってね、マジでね、ベイコマックスが最強初動なんですよ。6部衆デッキって6部衆モンスターが最強初動とかじゃなくて、全然ほんとベイコマックスが一番最強なんですよね。うん、これマジでやばいわ。これそうなってくると、ちょっと話変わってくるんだこれ。あー、まあ軍大将だよね。これはソリティア長そうだな、これ。手札1枚捨てると、カウンターが置けるカードを持ってくれるんで、6部の門、これ制限カードですね。制限カードを持ってくることができる。で、6部の門を発動。で、そういえば、OCG ではね、6部衆の、新規が確定しまして、なんか特殊召喚できる、まあ、6部衆モンスターと、あとシンクロモンスターが増えるんですよね。だマジで、激アツ。今一番熱いデッキかもしれない、6部衆。あまりにもソリティアが長くて嫌われる可能性あるけど、はい、これ展開長そうだな。まあ、この6部の門をね、カウンターをこう6部の門っていうか、6部衆カウンターか、そのカウンターを取り除いて発動するんだけど、これね、これやってると結構ね、時間長なんだよね。割となんかさ、セレーネとかのカウンター取り除くのめっちゃ時間かかるじゃん。あんな感じでなんかね、6部衆、俺もなんかこの間デッキ作ったから、まあよかったら動画見てほしいんですけど、めっちゃ時間かかるんだよね。うわ、すごい、装備カード4枚入ってるわ。処刑人マキラ、やばい、なんかトラップカード打とうとしてるぞ。相手なんか手札からトラップカードを打とうとしてるぞ。まずい。6部衆の軍隊将、ちなみにね、旧テキストをマキュラ選った前だとね、トラップカードいくらでもそのターン打てましたみたいな効果なんですけど、まあ、今回選ったされてまして、処刑人マキュラさん、1枚しか打ってなくなってます。はい、トラップカードやってるからね。はい、てか6部衆の軍隊将何回出てくるんだよ。キザン、やばい、ちょっと待って、これ出た、これキザンルーブ入った、まずいかもしれん。キザンはちなみに特殊召喚6部衆がいるとできるんだけど、これ対しないんですよ。うわー、すごい、なんか右と左を行ったり来たり、もうこれが6部衆の軍隊将の反復横跳びだね、反復横跳び。6部の門の効果発動する。いや、これ最終盤面どうなるかだけ教えてもらっていい、まあ、それでちょっとサレンダーするかどうか決めるから。
あ、まあ、でも面白そうか見るか六部衆のソリティアってなんかもう芸術の域だからさ、うわ出たー、トリプル刻ん来たー、トリキ来た、トリキ来ました、トリキです。これうわ出た、ダイガストミラ、なんだこれ、ガンマンレープでもすんのか。ガンマンレープって言って、あの六部衆はガガガガンマンを無限に使い回して、あの八百万を一生与え続けるっていうコンボ一応あるんですけど、もう時間が足りないと言われてますね持ち時間が足んないと言われてます。あの300秒では回せないと言われてますね。はい、僕もちなみに、まあ、そうやれることは知ってるんですけど、あの300秒で回せなすぎてやめましたもん、六部衆デッキ作るとき。さあカウンターを取り除いて、新六部衆キザン君を、一応回収していく。これさ、多分さ、あれだよな、これ持ち込んだらさ、なんかその例えば大会とかに、なんか多分あのマッチ戦とかだったら1戦しかできないんじゃない、っていうか先行だけで終わりそう、相手の、うん、相手の先行だけで終わる可能性あるね。ちなみにダイガスタミナル君で戻したカードをね、まあ、一生使いまして、動かせるのが、まあ、6部衆なので、マジでさ、軍隊者何回出てくんだよやばいだろ。でこいつちなみにリンク先にあの6部衆が出ないとカウンター乗んないんですよ、6部衆の軍隊将って。だからね、意外と使いにくいんだよね。6部衆が出たらいいわけじゃなくて、リンク先に6部衆が出たらっていう効果だから、意外と使いにくい。で今回で言うとキザンとかをリンク先に出さないといけないんですよね、さあ、ね、こうやってやると一応カウント乗ります。はい、てかもうちょっと解説するの疲れたな待ってソリティア長すぎだろ、ソリティア長すぎて疲れたわ。あー出た、これ無限刻ん編来ました。はい、鬼滅の刃無限刻ん編来ました。無限刻ん編はちなみにあの刻んの特殊召喚にも単一ないんだけどさ、これ新しいさ6部衆のあの OCG で追加されるやつらって単一なんだっけ、ちょっと覚えてないんだけど、なんかね、でもあれなんでね、レベル6のあのシンクロモンスターが出て、なんか新魔6部衆支援みたいな、だから新6部衆支援ってやついいんじゃん、あの魔法トラップ無効にするやつ、あれも一応名称しての対応しないんですけど、新魔6部衆支援さんも名称しての対応しないんで効果に、でそっちは魔法トラップじゃなくてモンスターの効果を無効にするってことなんですよ。だから新魔6部衆支援と新6部衆支援を3体ずつ並べて魔法トラップとモンスター効果を3回ずつ無効にするっていう、まあ夢の、まあ、支援っていう、まあ、トリプル支援かける2っていう、まあ、支援6体いるじゃないかみたいな、まあ、夢のデッキも一応多分できるんじゃないかと思ってますけどね。はい、さあ来るか支援、これこれあれですね、6部衆のエースモンスター新6部衆支援さん出てくる可能性あります。てかやばいね、エニシトまで入ってんだこれ、すごいね、6部衆無限に入ってんじゃん。え、改ざん機ダランベルシアン、えやばい、なんだこれ、虚無空間でも刺すのがデッキから、え忍びの六部衆さんじゃんこれ、やばい出た、これ六部衆モンスターが6体なんか存在してね、属性が全部異なると次の相手ターンをスキップするっていうガチでやばい効果なんですけど、いや俺これデッキ絶対できないなと思ってやめたんだよね。これもしかして、あ確かに処刑にマキュラ使ってたな相手。え俺これ六、何忍びの六部衆使われんの？やばい。そんなことある？あれさ、いやね、まあ、ターンスキップデッキだったらある程度全部触ってきてると思うんですけど僕、これだけはマジで使えねえ、これ無理だろうと思ってやめたんですよね。デッキ構築を考える気すら起きなかったマジゴミカードなんですけど。やばいやばい、ペンデラム召喚かまされて、イグナイトドラグノフとマスケットの効果で、あ、ミズホ来た、やば、うおーっと、これはもしかしてだけど、これ6部衆もう1体出した瞬間にあれか、あでもまだ6体じゃねえか、6体ってかなりむずいからね、属性が違う6部衆6体ってかなりむずいからね、大体6部衆って強いところって属性同じなんですよ。だって軍大将が地とか、鬼山が地とかね。ああ。市内リリース？え？何ですかこれは。
何個か市内以外の6節モンスターを回収できる。へえ、あ、その方があった。あ、キザン、なるほど、キザン来た。でキザン特殊召喚強い。おいおいおい、なんかだんだん整ってきてる気がするぞこれ、マジで。おい、軍大将来たよ。おい、軍大将来たぞマジで。おマジか。おい、今光炎風風地だね。で資源は確か闇だったかな、属性が確かだった気がする。市内か、なるほど。でキザン、やばい、これ水穂特殊召喚したら、これもしかして属性揃う。やばい、俺すげえ奇跡を物語にしてる、これやばいかもしれない。やばい、6属性揃った。あすごっ、マジかよ、天才じゃねえか。いやこれ絶対つかないと思ったんだよ俺。すげえ、なんか6属性揃ってっけど、マジ天才じゃん。やばいねこのデッキ、これはすごいわ、これはすごいわ。いやよく頑張ったねこれ。絶対無理だと言われていた最強ターンスキップデッキ爆誕してました。皆さん、僕はすごいものを今目の当たりにしてます。